チュース。ピースオブケークの翔太です。翔さんでーす。朝ちゃんでーす。最後までよろしくお願いします。おっしゃーす。お願いします。去年、はい、マリトッツォ、はい、流行ってたじゃないですか。流行ってましたね。まあ、この間テレビでやってたんですけど、はい、10代、20代女子が注目してるスイーツで、はい、マリトッツォはもう古いと。おお、まあね、マリトッツォでサバトッツォしましたもんね。サバ、サワ、あ、サワちゃんね、はい、その中で10代、20代女子が選ぶ今年来るんじゃないかっていうスイーツをやってたんですよ。あ、もう来てないんだね。そうそうそう、来るんじゃないかっていう予想なんね、うんうん、もう何でしょう。1位がね、はい、韓国スイーツのお弁当ケーキってやつだと思う。あ、知らん。なんかね、こんくらいの本当一人分の、うん、あのビッグバッグとか入ってるようなああいうのに、うんうん、紫だのピンクだの食べちゃいけないような色の生クリームでコーティングされたSNS 映えするっていう映えの、うん、なんかね、それがね流行りかけてんだって今。なるほどね。で、その中でクロッフルとかも入ってたりとか。お、まだ入ってんすかあれ、うん、去年来るんじゃねえかって言われて今年期待されてるらしいんだけど。あ、持ち越し。うん、うん、なるほど。で、その中であったのがイタリアのお菓子、はい、イタリアのお菓子、うん、ほう、マリトッツォもイタリアのお菓子なんだけど。あ、そうやね。うん、ズコットケーキっていう。ズゴック？ズゴックじゃない、それガンダムのやつ。すっ、こうやるやつ、こうやるやつ、うん、すっごく、すっごくケーキ甘いらしい。そう、そのね、ケーキが、はい、実は YouTube 上では数年前とかにブームになっていたらしく、はい、家庭で作ろうみたいなやってたの、うん、でもそれが今年来るんではないかということなので、うん、それなんで今日はそれをね、作ってみようではないかと。しゃあ、久々にスイーツ作りですね。うん、なんか結構ね、家で簡単に作れそうだったんで、ほうほう、ちょっと今日はトライしてみようかなと。トライ、はい、ということで本日はズコットケーキを作ってみよう。イエーイ。ズコットいっちゃいますよ。はい、本編の方で買ってきたものとか紹介するんで、はい、本編の方ご覧ください。どうぞ。それでは早速買ってきたものを紹介しようと思うんですが、はいはい、まず作り方として、はい、ご家庭にあるボールを使うんですよ。おで、ボールのところにサランラップを敷いて、縁のところに、まあ、イチゴだけ並べたりとか、食用花並べたりとか、だから外側にそれをやって一回生クリームをコーティングするというか、う、要はフルーツを抑えるために。で、そこにスポンジケーキ並べていくんだけども、スポンジケーキの代わりにカステラ使ったりとか食パン使ったりとか、うん、本場イタリアでは、ビスコッティ使ったりとか。あ、なるほどね、うん、するらしいんですよ。要はビスコッティ、コーヒーシロップとかに浸して貼ると斜めにできるから折れずに。あ、そうかそうか、うん、食感もね、タルトみたいにね、そうそうそう、なりますからね。で、中側に空間ができるので、そこにフルーツを入れて生クリーム入れて、うん、なるほど。で、最後スポンジだったらスポンジで蓋して1時間ぐらい寝かせて出来上がるって。なるほど。それなんで、使うボールの大きさが分かんないんで、生クリームを大量に買ってきたんで、はい、じゃあ早速材料紹介をします。そうですね、とりあえず材料紹介ですね。はい、まずはこちら、じゃん、ホイップクリームパウンドケーキ。本当は切り落としのカステラを使おうと思ったんですよ。はい、よく業務スーパーで売ってるので。ありますね、うん、でもね、ちょっと今日売ってなかったので。はい、こちらリンゴ、そしてこちらキュウ、キウイ、ブルーベリー、はい、ストロベリー、バナナ、金貨、コーヒーゼリー、キリのクリームチーズ、はい、チョコパイ、缶詰、桃、缶詰、マンゴー、以上です。はい、すごいね。まあでも、どんなものが、ね、できるかわかんないです。本当にわかんないです、うん、チョコパイとかどうすんのこれ、最後蓋するときそういうこと、うん、だから要はそれが底になるわけです。チョコパイが下になっちゃう。そうそうそう、土台ですかこれ。そう、土台です。これはそれは生クリームと混ぜ合わせます。中で入れるんですか。はい、なるほど。じゃあ早速準備していきますか。はい、はい、カットしていきたいと思います。はい、はい、準備できました。おい、まずこのラップのこのボール、正解されて、多分これで正解なんです。大丈夫。まずこの縁に、要は表面になる飾り付けをしかなきゃいけないわけです。やっぱ一番センスのあるサッサンに任せましょう。そんな、そうなの。いろんなフルーツ言っときたいですよね。うん、真ん中キウイにして。真ん中キウイってどういうこと。え、一発目キウイここ。そう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 、真ん中で、ちょっと開けてイチゴの方がちょっと美しくない。
手でいけば絶対そっちの方が早いよ。そうでした。箸を持ってきたの俺やけどさ、うん、これ早くあれですね、生クリームぶち込まないと崩れる気がする。うん、入れる。うん、入ります。ティー一回タイム、いいですか。こういうことでしょ。うん、伸ばしていく感じ。じゃあさ、あーいダメだ、これ伸ばせんわ。これもっと量いかないとダメだ。はい、いきます。じゃあ、これ多分手で伸ばした方がいいかもしれない。手で伸ばす、いや、手で伸ばす絶対アウトでしょ。アウトなところ行くのがピースオブケーキやろ。みんなは多分期待してますぜ、自己動画を。もうすでに自己動画になってるもん。まだ大丈夫っすよ、成功する見込みはまだあるっす。成功する見込みがもう感じられないんだけどさ。パンドケーキいきます。うーん、ミスターパンプうまけでいいんだよ。外はあのフルーツで綺麗にやればいいですよ。ちょしかも綺麗にいってかどうかわかんないからね。ちょっと待って、もういい、うん、とりあえず OK、うん、とりあえず OK。 じゃあここにクリーム入れます。ここでリンゴとあれを入れて、さらにその間にあれって何、リンゴとブルーベリー、あ、バナナ、まあ、何でもいいんですけど。え、最後チョコパイ、あ、コーヒーゼリー入れるの忘れた。あ食っちゃいます、そのまま。今更じゃね、もうコーヒーゼリーは、コーヒーゼリーはケーキと一緒に食いましょうって。全然足りたくない、全然足りないですね。で、これで1時間ぐらい、おっす、おっす、こんなことになってんで、あの冷蔵庫に入れて小1時間冷やしてみます。1時間半ぐらい経ちました。1時間半ですね。うん、今ね、カメラに見えてないところに出来上がってるんですけど、すごいよ、でも綺麗、綺麗、うん、詰めてた時はどうなるかと思ったんだけど、あ、まあね、うん、でもこれ家庭で作ったって言って出されたらおおってなるよね、うん、誕生日にこれ出てきたらちょっと嬉しいもん、うんうん、じゃあ早速こちらの方をご覧ください。じゃん、めちゃめちゃ綺麗じゃないこれ。じゃあ早速切って、はい、そうですね、うん、中もね、どんな感じになってるか見たいですし、それが心配なんだよね。そうですね、うん、ケーキ入刀、気になる断面図がこちらでございます。はいはい、食べてみましょうか。味見してみますか。はい、いただきます。いただきます。あ、うまいよ、普通にうまいよ。あ、美味しい、食いやすい、美味しいんだけども、なんだろう、リンゴの食感はいらないからな。あんまりケーキ食いながらシャキシャキ言うことってないからさ。で、パウンドケーキも結構しっとりしてて、うん、うまいですね。金柑で多分一番やべえの。なんかね、ここね、うん、糸が引いてんだけど、これなんだと思う。バナナじゃね、髪の毛じゃね、髪の毛じゃなくない、なんかここにもあるんだよ。バナナじゃない、あ、バナナじゃないじゃん、バナナのあの繊維。ちょっとマンゴー、マンゴー、マンゴー、あ、マンゴーだ。うーん、リンゴのシャキシャキ感はいらないな。え、これはこれ大事でしょ。そこだけが悔やまれる。あの、一人前のところにチョコパイミニが2つ入ってるから結構ヘビー。だいぶ入ってた。で、そうね、うん、マンゴーはいらねえな。マンゴーはいらないっすね、うん、あのね、マンゴーが思ったより強い。ブルッとしないでもらっていいっすか、ね、これ甘ー、めちゃくちゃ甘ー。いや、でも生クリームをチーズクリームにしてるからそこまで甘くはないから。でもね、思った、うちのケーキ屋さんってちゃんと使うフルーツとか考えてんじゃなくて、
ごちゃごちゃしすぎるもん、うん、フルーツ入れすぎて金柑、ブルーベリー、ストロベリー、キウイ、マンゴー、リンゴ、バナナ、7種類え、ほんとにとりあえず、もう4分の1いきます。あ、まだいいわ。ほんとに、うん、いける？なんで？すごくない？半分でいいよ、いけるよ、楽勝楽勝。ほんとに？ほんとに半分の3食ってるんやぞ。あのね、失敗した要点を言うと、はい、マンゴーが強すぎた。どこ食べてもリンゴの違和感が存在してる。だってね、全体的に広がったもんだって、うん、パウンドケーキはさ、生クリームと生クリームにさサンドされたからさ、ちょっとしっとりしたじゃん、うん、チョコパイさ、はい、チョコでコーティングされてるがゆえに、うん、1時間半経ったとしてもチョコパイのまんまなんですよ。まあそうでしょうね、うん、まあ、チョコパイはね、土台だからね、もう結果は見えてるから。チョコパイは、チョコパイはね、重いのかね、重かった。ほんと？うん、チョコパイは美味しかったですけど、ないない、ない、いや、リンゴ食いたいって。リンゴいない、ない、リンゴマジで腹立つの。チョコパイうまくね、俺チョコパイだけだったら全然食えるんやけどうわリンゴやドリンゴや顔が死んでんだよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最初だけ、うまちです。あの分量だったら美味しゅうございました。上半分だけボーノチョコのチョコパイがダメだ。自分はもう全体的に美味しかったんですけど、もしかしたらチーズいらんかったかもしれない。あ、普通の生クリームの方が良かった。逆に多分くどくなるかもしれない、チーズ入れると。あ、何事も挑戦ですよ。だからメロンちょっと待って、今さ横でさふーって言ったんだけど大丈夫か。白が泣いてるぜ。もう白がブルーになっちゃってる。白がブルーになっちゃってる。ブルーの気持ちいい。あ、なんとか完食することもできたんで。できてねえよ。できてないです。明日するんでしょ。4分の1残ってるよ。あのパウンドケーキじゃなくて、あの以前食べたメロンケーキあったじゃないですか。はいはい。あれのスポンジで、あれのクリームだったら多分ね、もうちょっと食べやすいかもしれない。あ、まあサイズが間違えましたね。そうだね、ボールもう一回りちっちゃくていいね。もう二回りちっちゃくていいです。うん、これ周りのトッピングにマジで生ハムあってもよかったかもしれないですよ。もう多分リンゴ以上に腹立つと思う。これ牛タン貼っとく。もうスモーク牛タン、スモーク牛タンだってさ、1時間半さ生クリームそれ漬け込むんだよ。気持ち悪い。まあ今日はズコットケーキ作ってみました。はい、はい、見た目は成功。うん、フルーツの入れすぎには注意してください。そうですね、多くても3種類で、あとケーキになってるような食材をチョイスしてください。おすすめです。ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。それではせーの、チャオ、バイバイ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますのでチェックしてみてください。それではせーの、チャオー。